朝6時、全米で外出禁止令が発令されました。この間、民間人の行動を厳しく取り締まり、集会の自由を一時的に規制し、いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。これらの措置に加えて、すべてのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう国民の皆さんにお願いします。現在、すべての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが、事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。国民の皆さん、我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますので、ご安心ください。大統領閣下、大統領、あの大統領閣下、報告によると化学物質の搬送車が消え、兵器販売店で窃盗があったとも聞いていますが、これらは事実ですか？それらに関しては現在何も情報はありません。大統領、変異体の指導者は捕まりましたか？マーカスという名で知られる変異体の居場所は未だ不明ですが、すぐに突き止めて破壊するとお約束します。大統領か、アンドロイドが原子力発電所や軍事基地の IT システムにハッキングできるという噂は本当ですか？機密機関のアンドロイドは全て即刻廃棄し、ハッキングのリスクを回避するため、一時的に全ての IT システムを停止しました。事態は収束に向かっています。あの大統領閣下、大統領閣下、大統領閣下、変異体が平和的アプローチを取るようになってからというもの、世論は変異体に好意的な見方を示していますが、それについてのお気持ちは？世論と合衆国の安全保障は全く別の問題ではないでしょうか。変異体は危険な存在であり、私の最重要責務はアメリカ国民を守ることです。どうも、これで終わります。コナー、モデル313-248-317、許可は取ってる。 ID 認証が完了しました。よし、どれ。ついてこい、連れてってやる。どうも、でも一人で行きます。そうか、だが命令なんでね。
54-31階へ。正門認証を完了。アクセスを許可します。ID と行き先を提示してください。捜査官54-49階へ。正門認証を完了。アクセスを許可します。最終バスは20分後に出る。あまり時間がないわ。急がないと。大丈夫？カーラ、すごく寒いの。ほら、これで平気。ありがとう。もう行きましょう。頼む、殺さないでくれ。黙って下手助け。カーラ、どうするの。行かないとバスに乗り遅れるわ。離れないで。見つからないように通り抜けていきましょう。心配しないで、うまくいくから。殺さないで、何もしてないのに。黙れと言っただろ。他にもいるのか。まるでネズミだな。うようよ出てきやがる。ここで徹夜はごめんだ。寒いんだな、ありゃ。この街だけでも数十分。そこら中兵士だらけ。慎重に行きましょう。君たち誤解だよ。私は人間だ。家に帰らせてくれ。妻が待っているんだよ。それに市民全員チェックしろってよ。
そんな、やめろ、やめてくれ。カーラ、お前まで死んだらどうする気だ。アリス隠れてるわ。カーラ助かったよ、命の恩人だ。見つかる前に言って。アリス、ルーサー生きてたんだね。もう会えないかと思ったよ。駅で落ち合うつもりだったが捕まっちまってね。行きましょう。もうあまり時間がないわ。検問所、パスポートはあるけど何が起こるかわからない。迂回した方がいいんじゃないのか。もう時間がない、乗り遅れるわ。うん、でも安全だろ。銃を持った奴らは苦手だ。そわそわする。落ち着いていい、ルーサー。今は何もしないで。 ID の提示を。外出禁止令が出てます。やむを得ない場合以外は外に出ちゃダメなんですよ。行き先は？車が故障しちゃって歩いて帰るところだったんです。疑われてるぞ。落ち着いて、心配ない。お嬢ちゃん大丈夫？震えてるな、どうしたの？風邪ひいてて熱もあるの。家に連れて帰らないと。いいですか、気をつけてください。変異体がうろついているし、みんなピリピリしてるんです。早く家に帰って。どうも。ちょっと待って。気づかれた、殺されるぞ。何もしないでルーサー、いいわね。撃たれるんだぞ、アリスが殺される。落としたよ。ありがとう。それじゃあね。
今日2038年11月11日我らアンドロイドは迫害者に反旗を翻す。明け方から収容所で解放戦線を展開してきた。平等な権利の交渉が開始されるまで攻撃の手を緩めるつもりは一切ない。自由を勝ち取るためならば我らは手段を選ばない。気を抜くな。くそ。自らも変異体となった変異体ハンター。無駄な努力ですよコナー。まさか本気であなたが感染するのを見過ごすと思ったのですか。あなたのことを信じていたのに。あなたは停止処分となるでしょう。だわ。ほらアリス、着いたのよ。国境行きの最終バスは満席です。チケットをお持ちの方のみ乗車できます。追って通知があるまで全てのバスは出発延期となります。私たちはチケットを持ってない。ここで足止め。どうすればいいの。オリバーが気に入ったみたいね。あなたの子？
いいわね。よし、サンドイッチも買ったし、電話もした。行かないと乗り遅れるぞ。チケットはどこだ？私のバッグの中よ。よし、じゃあ行こう。私たら本当にごめんなさい。でも確かに。おいおい、嘘だろ。なんでないのよ。まさかなくすなんて。ちゃんと探したのか。カバンに入れておいたのよ。封筒落としたのかも。ああ、くそ。すみません、この辺で青い封筒を見かけませんでしたか。あ、バスのチケットが入ってて。あ、忘れてください。これ落ちてましたよ。ああ、本当にありがとう。なんて言ったらいいか。本当に助かったよ。ごめんね、アリス。大丈夫。正しいことをしたの。なんとかするわ。保安検査です。動かないで。マーカス。保安検査です。動かないで。カーラ、早くついてきて。無事だったのね。よかった。テレビでジェリコの襲撃を見て、私のせいで殺されたかもって。どうしてここが。生きてればここに来るはずでしょ。一軒一軒捜索をし始めたのよ。だから密告される前に逃げ出したの。他のみんなは。国境で検査をしているわ。でも川の向こう側に連れてってくれる人を見つけたの。危険だけど、それしか方法がないわ。あなたたちも来る。ええ、行くわ。じゃあ乗って。
現在軍が反乱鎮圧の準備を進めていますが、デトロイトは今や内戦勃発寸前の状態です。彼らは廃棄処理を待つアンドロイドが抑留されるリコールセンターに向かっているようです。現在施設の周囲を囲むように兵が配備されていますが、今や反乱分子との衝突はいつ起こってもおかしくないような状況です。自由なくば死を、自由なくば死を。直してる。数でも装備でも奴らに負けてるわ。急いで進んで制圧するぞ。それしかない。やるしかない。収容所に攻め込んで仲間を解放するのよ。気をつけろマーカス、お前が頼りだ。ダメだマーカス。だが血を流せば報いを受けることになるぞ。ここにいろ。勝負がつくまでじっとしてるんだぞ。心臓を交換するの。やめろ。お願い受け取って。そんなことできない。あなたがいなきゃ勝てないのよ。こうするしか。死んじゃダメだ。あなたが死ねば希望もついえるのよ。君を犠牲にしてまで生きたくない。
かったな。ごめんなさい、途中で邪魔が入って。見られてないか。いいえ、まさか。平気なはずよ。金は。ええ、よしよし、ボートはそこだ。川と土手にはパトロールが巡回してる。十分離れるまでエンジンはかけるな。いいね。水流に気をつけろ。幸運を。なぜ母さんが手を貸すのか理解できなかった。平気だ。でもようやく俺も気づいたんだ。自由になるべきだ。いつか人間もそのことに気づくはずさ。対岸まで1キロも離れてないからすぐにたどり着くはずよ。気をつけて、パトロールが巡回しているから。いろいろとありがとう。一緒に行ければいいんだけど、ごめんなさいね。それじゃあね、アリス。いい？気をつけて行くのよ。いいわね、対岸で待っているわ。川に落ちれば部品が凍ってしまうだろうな。もういいだろう。エンジンをかけよう。私が。大丈夫？ねえ、向こう側に着いたらやりたいことがたくさんあるの。世界中の本をたくさん読んだり、音楽を聴いたり、ダンスしたり、何をしてもいいんだよね。自由なんだから。そうよ、何でもね。家族になれるんでしょ。もう怖がる必要も、命令されることもなくなる。もう奴隷じゃなくなるんだよ。自由のある新しい生活だ。お前はカーラ、何をしたい？何をしたいか？もう怖い思いは嫌。普通の生活を送って幸せになりたい。ねえ、こっちに来るよ。
せ。大丈夫？カーダ。大丈夫？何でもない。向こうに着いたらすぐに直すから。大丈夫よ。ルーサーが殺されちゃった。沈んでる。重すぎる。沈んじゃうわ。早く岸にたどり着かないと。お願い、上がって。眠い。アリス寝ちゃダメ。寒さで眠くなっているの。しっかりしてアリス。絶対に寝ちゃダメ。分かった？ここまで来て、こんなところで。死ぬわけにはいかない。私たちは死なない。たどり着いて自由になるの。カーラ、ダメ。カーラ、やめて。しのぐ知能を持った機械を作ることで、我々人類の未来を自らの手で計り知れぬ危機にさらしてしまったのです。
はい、マイケル。デトロイト市内から中継でお伝えします。先ほど当局から発表がありましたが、ハートプラザ第5リコールセンターでの紛争が鎮圧されました。今この瞬間も街中を兵士たちが巡回し、逃げ出した最後の変異体の処分に追われています。ようやくデトロイトに法と秩序が回復したと言えるでしょう。ここ数時間で巻き起こった惨状を受け、デトロイト市民に大きな衝撃が広がっているようです。報告によると数百名の隊員が殺されたそうです。情報によるとマーカスという名の変異体リーダーは戦闘中に射殺されたとのことです。変異体のリーダーの死により反乱は終結を迎えました。収容所のアンドロイドは計画通り破壊されるそうです。ですがこの惨状からの回復には時間を要するでしょう。人間をはるかにしのぐ知能を持った機械を作ることで、我々人類の未来を自らの手で計り知れぬ危機にさらしてしまったのです。ですが事態は収束を迎えました。じきに国中の全アンドロイドの廃棄処分が完了し、残された変異体も追い詰められ全て破壊されることでしょう。国民の皆さんと、そしてアメリカに神のご加護があらんこと。大好きよ、ママ。